遥か遠くへ夢を追い人は行く。よく知ってるな。高木豊です。高校記事です。お願いします。誰通りすがりのリクスファンです。通り強いツッコミ。 YouTuber でファンなんでしょ。本当です、はい、ね。そうだ、第1号だな。そんなもんない。堂々とお前オリックスファンですよって言われたら、お前俺らの立場何もないじゃないか。もう子供大騒ぎだから、もうオリックスファンじゃなくてチャンネルのファンでしょ。いや、ありがたいですよね。最初からチャンネルでそれ言いなさいよ。でもありがたい。ありがたいです。ありがとうございます。初めてだから。そうです。チューしていいどういうの。なんでまんざらでもないんですか。一つのノリだから、ね、結構真面目だな。 A 型だろ。絶対外すな。全然当たんないっすよ。4択彼女がいる。あっちもいる。6名と今年こそ。あ、今年調子上がってきてるのな。土曜日神宮行きますね。公園行ったの。公園行きました。年間何試合ぐらい。年間はそうだ、10試合。関東ネットライフ、ソソマリンとあと公園ですね。関東県関東県のなるべく大分授業がない日が行くように。もうずっと浮気もせずオリックス。いや、そういうわけじゃなくて、ね、最初にあったのは巨人で、まあ、それはまあ機会もよくわからないですけど、パリーグならオリックスってなってて、気づいたらオリックスまで。2014年のソフトバンクと、あー、伊藤光が泣き崩れて、第2話やってやるぞと思ったら、ちょっと補強が。お前がやってやるぞ、これ。どこに力持っていけばいいんだよ。ファンの心理です。あ、ファンの心理。おー、いいね、ファンの心理。確かに。野球の魅力は3、2、1。ドラマがある。おお、いいこと言いますね。筋書きがないからな。特に3点リードされても満塁ホームランで一発でひっくり返すから、そこまでは夢持つもんな。まあ、その魅力がオリックスにはいっぱい詰まってます。そうです。応援しがいがあるというか。福良監督はどう。僕は好きです。友達だから。あ、そうなんですか。後輩だけど、いいやつ。素晴らしいと思います。じゃあ今年の目標はオリックス、最終的な順位はっていうのは持ってるんですけど、まあ、最低でもいいからです。クライマックスシリーズ始まってからオリックスだけファイナルステージに進めてないんです。ということで、あと2球団オリックス。よく知ってんなぁ。96年から優勝しない。日本シリーズに出たみたいな。それは何やってやるぜみたいな望みとして。ちょっと力強い宣言しそうですね。やってやるぜみたいな。そうですね、もうちょっとガッチャオリックスバファローズ日本一。いい、すごい、もうスタートみたいな感じで。でも、本当あってさ、今、ね、オリックスファンですって、え、オリックスなの？東京だとこ思ってた。こういうファンっていうのはさ、本当にありがたい。ありがたいですよね。人たちに支えられてますね、本当。わー、いいですね。もう一回行くか。モザイク。日本一取るぞ。そうだね、力んだ時に弱いよな。オリックスでしょ。オリックスと一緒。なるほど。